プロ野球阪神タイガースの佐藤輝明選手らが今日西宮市内の小学校を訪れ児童たちと交流を深めました。西宮市立陽南小学校を訪れたのは阪神タイガース入団1年目の選手5人らで、中でも球団の新人最多ホームラン記録を更新した地元西宮出身の佐藤輝明選手の登場に児童たちは大興奮。この取り組みは野球を通じて体育の授業を支援しようとタイガースが2018年から行っているもので、今日は女子チームの選手も参加して2年生と3年生およそ200人に投げ方などを指導しました。この後選手たちはボールを使ったゲームで児童と交流を深めて、最後は佐藤輝明選手が豪快なバッティングを披露し、子どもたちから歓声が上がっていました。とてもすごかった、この西宮から、野球を続ける子がもっと増えて、タイガースとかプロ野球で活躍する選手が出てきたら一番嬉しいかなと思います。タイガースは今シーズン惜しくも優勝を逃しましたが、選手らは来季の活躍を誓っていました。